はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。懲りもせず、本当に懲りもせずに材料の紹介だけをしていきます。作品は作り始めてはいますけど、完成までまだまだかかりますので、材料の紹介だけでしばしお待ちくださいませ。はい、目の前に見えてるのこれがスタビライズドですね。焼き上がったあと、まだスタビの液が結晶化しているのがついたまんま、僕はこのように頼んでおります。わざわざ削ってもらうとすごい手間なので、ちょっとでも僕の場合ね、機械がわりかしあるので、わりかしこれをきれいにするのは簡単なので、こういう状態で僕は材料の方をスタビにしていただいております。まあトーチーとカエデがこの中にいますね。青とオレンジ、はい。で、今年もちょっと新色を考えております。また出せていければなと思っております。そして来ました、またまたですね、カリンの極上のリボン木でございます。はい、昨年秋途中からね出したやつですね。はい、すごい細かくていい木出てるんですよね。はい、全く同じ板です、ね、割るときもうちょっとね厚み考えてくれるとよかったんですけど、まあこんな風になってるということは何かしらに使われていたということですね。はい、去年はこの板丸、本当秋、本当に数ヶ月の間で全部切り取って使いましたので、今年はちょっとゆっくりめに一イベントね、少しずつ出していこうかなという感じです。で、下はちょこっとだけ木がある楓の板ですね。はい、これはちょっとね、自分で磨くペントレイを作ろうかなと思っております。まあお客様からのご要望で、まあ今木なしばっかりで作っているんですけども、まあちょっと木があったやつってないんですかみたいなお話がありましたので、まあ本当にこんなね極上とかを使っちゃうとね、本当値段が桁外れになっちゃうので、はい、ちょこっとだけ木で、でも十分木取りの方向さえ間違わなければそこそこ出て楽しいと思います。またそういうやつもね作っていこうかなと思っております。これは塩地ですね。これもちょこっとだけ木が載ってたんで、はい、で奥が頬の木ですね。頬の木、すごい昔、多分これもね僕が生まれる前の木です。緑が濃くてね、粘りの部分ですごい縮みが出ております。またこれも今年頬の木作っていこうかなと思います。まあこれはカーリンですね。パッと見ねマカとかっていう部類に見えるんですけどね、めちゃくそ濃いんですよ削って。はい、もういわゆる本カリンなんかにもはるかに濃い色、なのでね、すごい差があるんですよ、カリンって。マカとか本カリンとかね、ギャギャ言ってる方いらっしゃいますけど、違いますよ。多分そんなことでね、木の良さはね、測れない。名前じゃない。木です。と、工房節は思っております。はい。で、これは、はい、そうです。伊勢神宮の欅ですね。はい。昨年出したやつはね、すっごいささ木でね、もっと細かい綺麗な木が入ってたんですよ。でもね、あんな風にちっちゃくするとね、全然ささ木ほとんど分からなかったんですけど、多分ね、かすめみたいにシュッ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 って見えると思うんですよね。はい、それ持ってるのは去年出した伊勢神宮の木。今回はそことはね、そこの部分とは違うあたりの部分なので、そのかすめがね、ほとんどないとこなんですよね。もう本当にね、いろいろ言って探していただいて、まあ本当、ご無理を言いましてね、分けていただきました。もう本当にこれでない。もう本当にこれで最後。あの時、市場でね、もっと買っとけばよかったと思って、まあ買った方にね、すいません、すいませんって言いながら集めておりまして、もうこれが最後です。まあといっても、
4枚あるんですけど、1枚もうこれはほぼほぼ白タレ使えない、うん、1センチぐらい、うん、難しいかな、ツートンになるかもしれませんね。はい、そんな感じで、あとはそんなに大したものではないですね。肩甲の足がちょこっと重くないです。まだこのこういう風になって1年ぐらいになるの、まだ乾いてないので、またそのうちという感じで、まあ材料本当1月になってどんだけ買ってるんだろうっていうぐらい買ってます。はい、まあ頑張って作っていきたいと思います。ではでは、よろしくお願いします。